日本東京都西東京市八津町八戸町は東京都西東京市の地名。現行行政地名は八津町1丁目から八津町3丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は188-0001。西東京市の北部に位置する。町域はおおむね平坦で三角形に近い形をしている。主に住宅地及び商業地として利用される。 東は住吉町、南は北原町、南西は緑町、西はひばりが丘に隣接する。南から時計回りに八丁1から3丁目が設置されている。丁目ごとの面積、人口と世帯数及び人口密度は以下の通りである。1月1日現在私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は、 2017年7月1日の工事地下によれば、八つ町3の4の14の地点で25万5千円、平方メートルとなっている。明治以前には、武蔵区に多摩郡田梨村に属していた、旧田志地域である。中世は、田梨村の中心村落は八つ地区であったが、江戸期の大梅街道改作の際に、大梅街道沿いに集落が移され、中心は、現在の田梨町。 南町の地域に移っている。旧田無市の厚いとの一部を町域とすることより、との語源は谷合いの地を意味する。町域内に鉄道駅は所在しないが、町域北端のすぐ北側に西部池袋線ひばりが丘駅がある。ひばりが丘駅バス停を発着する西部バスが町域を走っている。宿、新道沿いにひばりが丘駅入り口、八井町公園。 八戸、住友住機械工業前、八戸小学校、八つ住宅の各停留所がある。また、コミュニティバスの花バスに、八つ北停留所がある。AB、平成22年東京特市町村町長、別報告。東京都、2018年1月22日閲覧。AB、人口、世帯数。西東京市、2018年1月15日閲覧。 AB 郵便番号日本郵便2018年1月15日閲覧市外局番の一覧総務省2018年1月15日閲覧私立小中学校通学区域西東京市2018年1月15日閲覧国土交通省地下工事都道府県地下調査 角川日本地名大事典13東京都 P1068 角川日本地名大事典13東京都 P719 ありがとうございます。